オーベン、いないよ。まだ起きてたんだ。ピアラの包帯変えてたの。もう歩けるなんてびっくり。スカーはしぶといから。なんで喧嘩してんの？なんだよクソったれ。お姉ちゃんを見捨てるわけないだろ。レブが町に残るって。オーウェンがサンタバーバラに行こうって誘ったの。すっごく応援っぽい。とっくに説得してるのかと思ってた。私も一緒に行くつもり。あなた抜きならね。え？子供を使ってたぶらかそうとしても私にはわかる。別にたぶらかしてなんか。アイザックのお気に入りが急に収支替えしたわけ。オーエンは関係ないってよく言う。私だって正しいこと。あんたは最低の女。昔からそう。付き合ってられない。あの子たちを救いたいなら疫病神はさっさと消えることね。最低。アビいい T シャツねえ、泣いてるの？腕はどう？うん、今朝よりはだいぶマシ。レブは来るの？時間をあげれば。そう、探すの手伝ってくれない？感情的になってるの。いいよ。こっちに行った。レブ。レブ。お願い戻ってきて。サンタバーバラ行くの嫌がったんだ。母親のこと心配してるの。私たちのせいでひどい目に遭うから。そんなにまずいの？今は自分のことを心配すべき。母親はどうなるの？時として子供が犯した罪は親が責任を取らなければならないんだけど、信心深い人だからきっと心配ない。助けることはできないの？あの人を連れ出すのは無理。たとえレブでも。逆にレブに何かするかも。レブ、レブ、ごめんね。レブどこなの？レブ、レブ、レブ、お願いだから出てきて。レブ、レブ、レブ。あの子、これ見たかな？サメ好きなんだ。サメは好きなのに海は嫌いなの？打ち解けたんだね。死への恐怖を共にして絆を深めたってやつ。勇敢だったって、あの嘘つき。聞こえた？レブ、ねえ、いるの？
平気だよ。この子は遊びたいだけ。アリス、何持ってるの？噛んだりしない。見てて。取ってきて。その子、もう一回投げてほしいんじゃない？よし、もう一回。あんた、早いね。やってみる？やめた方がいいと思うけど。ねえ、噛んだりしないよね？しない、絶対。もう一回やってもいい？きっとアリスも喜ぶ。あの子を探さないと。考えてるの？あの子ならお母さんも説得できるんじゃない？あんな姿見たらきっとあの子を絞め殺そうとする。どこまで聞いてるの？本当にちょっと。あんたの仲間があの子のこと、リリーって。私はずっと、なぜあの子が掟や風習に疑問を持つのか分からなかった。あの子がどう感じているか説明してくれた時も、絶対に誰にも言うなって言ったの。そのうち目を覚ますだろうって。しばらくは平気そうにしてたのに、ある日男みたいに頭を剃ったの。自殺行為。それで逃げたの？最初は怒鳴り散らして殴った。ほんとバカでしょ。ねえ、それじゃこうしよう。レブが好きそうなもの探すの。ほら。どうしてレブはそんなことしたの？頭剃るなんてさ。先週ね、あの子、村での役目を与えられたの。あの子は兵士になりたがってた。でも長老のうちの一人に嫁げって言われて。そういう風習なの。かわいそう。サンタバーバラはどこ？カリフォルニアにある。カリフォルニアはどこ？まずここがシアトル、それでここがサンタバーバラ。私たちの島は？小さくて見えないけど、この辺だね。
ごく遠い。うん、よかった。何か残ってるはずだよね。うわ、ここのシャツマジでダサい。これかわいい。なんかいいものあった？なさそう。探してみて。これはどう？完璧。メルは間違ってる。あなたはいい人。知らないくせに。十分知ってる。アビー、お前また俺のもん盗んでんのかよ。水族館のものは全部あんたのものだっけ？俺の水族館だし、俺のもの。冗談、好きなのどうぞ。お前はダメ。レブ、見てない？ああ、確かさっき廊下で見た。どうも。なあ、ちょっといいか？すぐ行く。わかった。冗談通じなかった。子供苦手。だね。お前は好かれてるな、サンタバーバラ。お前も来るだろうな。いけない。なんで？わかるでしょ。なんとかなるって。もう遅いよ。まだ間に合うはずだ。確かに最低の状況だよ。分かってる。でもきっと幸せになれる、アビ。なってもいいんだよ。ねえ、今の。どこに行ったの？あの人のとこに。あの人？母親。アビー、あの子殺されちゃう。ヨット使える？まだだ。どのくらいかかんの？ああ、
数時間。くそ、止めなきゃ。マリーナにあるボートを使う。手術したばかりなのよ。平気、道案内がいるの。俺も行く。フォーベン、あの島に行くんだぞ。だからよ、一人で行かせられないだろう。あんたは残るの。力になる。だったら残ってヨットを直しておいて。何が大事か考えな。やら行こう。